はですね、その単元のうちの一つ目、エネルギーについて見ていきたいと思います。はい、エネルギーという言葉ですけれどもね、皆さんも普段使うと思いますけれども、そのイメージと同じだと考えていただいて結構ですね。理科的にエネルギーというものを定義しますと、一応このように定義されます。はい、エネルギーなんですけれども、エネルギーの大きさは単位ジュールで表現します。前回の仕事と一緒ですね。で、エネルギーとは何かということなんですけれども、はい、こちら物体の状態を変化させることができる能力ね、そのことをエネルギーと呼んでいるわけですね。で、その物体の状態を変化させる状態にあることをエネルギーを持っている状態と言えるわけです。はい、具体的に言いますと、皆さん今机の前に座って、こちらの授業を見てるわけですけれども、今皆さん自身はエネルギーを持っているわけですね。どうしてかと言いますと、当然皆さんは手足を動かして、鉛筆を動かして、ボタンを押してね、つまりあなたたち自身の体の状態を変化させる能力をあなた自身の体の中に持っているということになるわけですね。ですから何か物を動かせたり、ね、何か物を分解したり、何でも構わないんですけれども、当然皆さんは物に対して変化を及ぼす能力を持っているわけですから、エネルギーを持っている状態と言えるわけです。で、厳密に言うと皆さんが持っているエネルギーのことは化学エネルギーというんですけれどもね、それらエネルギーの種類については次回の単元でね、詳しく見ていきたいと思います。で、本日はそんな様々あるエネルギーの中で2つね、高さが持つエネルギーの位置エネルギー、そして、動いている物体ね、運動する物体が持っているエネルギー、運動エネルギーについての2つ、これを見ていきたいと思います。ではまず最初に位置エネルギーですね、高さが持っているエネルギー、これについて見ていきたいと思います。イメージしてみてください。ボーリングの球がありますね、床の上に置いてある状態では何もできませんね。ただしそのボーリングの球をよっこいしょってある程度の高さまで持ち上げた時、そのボーリングの球は当然手を離したら下に落っこちますね。つまり落っこちた時には大きな衝撃が走るわけです。下におもちゃかなんか置いといたらそのおもちゃ壊れてしまいます。つまりそのボーリングの球は物体の状態を変化させる能力を持ったということになります。床の上に置いてある状態では何も起きませんが、持ち上げたことによって、つまりボーリングの球に高さを持たせたことによって、その球はエネルギーを持った状態になったと言えるわけですね。あとはね、皆さん、ペットボトルかなんかね、ジュース飲みながら、もしかしたらこれ見てるかもしれないんですけれども、当然ペットボトルね、机の上に置いてある状態だったらね、何もできません。ただし、そのペットボトルをね、4階の窓から投げるとか、やっちゃダメですよ。ね、あとはビルの屋上から投げた。ね、その投げたペットボトルどうなるか。ね、地面に落っこした時には相当な速さで落っこしてくるわけですね。当然下にいる人たちは大怪我してしまうわけですね。ですから何の変哲もないペットボトルですけれども、高いところから落とすことによって、それは大きなエネルギーを持っているね、つまり人を怪我させることができるだけのエネルギーを持ったということになるわけです。ですからまず高さね、物が高いところにあると、それだけで物を変形させる能力、つまりエネルギーを持ったと言えるわけです。じゃあその位置エネルギーですね、高さが持つエネルギー、どのように定義されるか、まずこちらの式を覚えてください。位置エネルギーはその物体がどれだけの高さにあるかね、その高さとその物体がどれだけの重さなのか、質量ね、これの掛け算によって求めることができますね。位置エネルギーは高さかけることの質量、これで求められるということですね。で、ここで注意していただきたいのが、高さは必ず、はい、これメートルを使います。はい、当然学校の定期試験等で、高さのセンチで表現されていたら、一旦それはメートルに換算し直さなきゃいけないということですね。そして質量です。
はい、質量当然重さのことですけれども、はい、重さはニュートンに換算して、計算してください。ですから 1kg の重さだったら10ニュートンということですよ、ね。ニュートンに関してはもう1年生の頃からやってるんでわかると思いますけれども、 1kg10ニュートン、ね、100g が1ニュートンということでした。じゃあ具体的に3つの例を見ていただいて、この位置エネルギーの大きさ見ていきたいと思います。はい、まずは例の1番ですね。はい、1ニュートンの重さの玉っころが地面から1メートルの高さのところにあります。じゃあこの玉っころが持っている位置エネルギーがいくらになるかということですけれども、はい、これはもう暗算で簡単ですね。高さ1メートル、重さ1ニュートン、つまり 1×1 ですから、この玉っころが持っている位置エネルギーは 1×1 の、はい、1ジュールになりますよということですね。はい、例の1番が持っている位置エネルギーは1ジュールです。はい、では次例の2番目、玉っころの大きさが変わりました。はい、玉っころの大きさが倍の2ニュートン、高さは変わらず1メートルです。じゃあこの玉っころが持っている位置エネルギーはいくらになるかね、想像つくと思いますけれども、当然玉の大きさが大きくなったわけですから、それだけエネルギーは大きくなります。はい、当てはめてみますと、高さは変わらず1、質量が2、つまり 1×2 の掛け算ですね。ですから例の2が持っている位置エネルギーは2ジュールになるということです。はい、では今度3番目ですね。はい、1番目と比べてみてください。玉の大きさは変わっていません。ただし、高さが倍の2メートルということです。はい、じゃあこの場合どうなるかということですけれども、はい、高さが2、重さが1。なので、はい、2×1 でいいですね。こちらも暗算でいいでしょう。そうすると、はい、2ジュールの位置エネルギーになりますよ。ね。ですから、玉の大きさは違いますけれども、高さが倍になったので、結果、位置エネルギーの大きさは等しくなったということです。で、はい、こちらの例を見ていただいて、皆さんピンと来ていただきたいことが言ってあります。ね。重さを倍にしたら、位置エネルギーが倍になりました。高さを倍にしたら位置エネルギーは倍になりました。はい、こういう関係性のことを何と言うんでしたっけね。はい、このことを比例関係と言います。つまり位置エネルギーは高さ、それから質量両方に比例しますよということですね。はい、よろしいですか。位置エネルギーは高さ、質量それぞれに比例するということですね。はい、ですからまずこちらの比例関係、押さえておいてください。高さが2倍になればエネルギーも2倍、質量が2倍になればエネルギーも2倍。じゃあ高さ2倍で質量2倍になったらどうなるんでしょう。 2×2 で4倍ですね。はい、そういうような関係性になっているということです。よろしいですか？はい、では続きまして今度は運動エネルギーについて見ていきたいと思います。はい、運動エネルギーは、こちら、動く物体が持っているエネルギーのことです。はい、当然動いてるものっていうのはね、当然それだけでエネルギー、物体を変化させる能力を持っています。はい、先ほどボーリングの球の話をしましたが、ね、ボーリングの球をこうやって転がす、ね、転がる先には当然ピンがあるわけですけれども、はい、動いてきた球は、はい、そのピンにぶつかると、そのピンを弾けさせることができるわけです。つまり、はい、ボーリングの球、転がってきた球っころは、止まっていたピンの状態を変化させる能力を持っていた。つまり、動いている物体はそれだけで何かを変化させる能力を持っているということです。つまり、動く物体が持つエネルギーのことを運動エネルギーというわけですね。では、こちら。はい。運動エネルギーの求め方です。ここがちょっと先ほどに比べると厄介です。はい。運動エネルギーは、はい。2分の1かけることの質量、重さ、
かけることの、はい、その物体の速さの2乗。この計算式で求めることができます。ちょっと難しいですね。しかも、気をつけていただきたいのが、はい、こちら。先ほどと単位が違うんです。運動エネルギーの場合、物体の質量はキログラム。これを使います。先ほどの位置エネルギーの時にはニュートンだったんですけれども、はい、運動エネルギーの計算式の時に使われる質量の重さはキログラム。これを使っていきますね。ですから単位換算は間違えないでください。そして、速さ。速さで使われる単位はメートル毎秒です。はい、これは普段よく使ってるんで馴染み深いですね。1秒あたり何メートル進むことができるかという単位になってます。で、はい、例によってそれぞれまた例3つ用意しておきましたね。転がる玉っころ、これが持つ運動エネルギーがいくらになりますかね。大きさ計算で求めていきたいと思います。ではこちらに代入していくような形でね、ちょっと見ていきますけれども、はい、まず例の1番目、2キロの玉ですね。2キログラムの玉っころが右側の方向に、はい、1メートル毎秒の速さで進んでいますね。要は、右側に転がっている玉っころということですね。じゃあ、この玉っころが持っている運動エネルギーがいくらになりますかということです。はい、ではこちらに代入していきましょう。2分の1、これは変わりません。はい、まず質量が2キログラムですから、はい、2分の1かけることの2キログラムかけることの、はい、速さは1メートル毎秒ですから1の2乗ということです。はい、よろしいですか。2分の1かける2かける1の2乗、これが例の1が持っている運動エネルギーになります。じゃあ運動エネルギーいくらか、2分の1かけ2かけ1の2乗ということなんで、はい、1ジュールになりますね。大丈夫ですかね。2分の1かける2は1ですね。はい。そして1の2乗も1ですから、ね、当然1かけ1で1ジュールということです。ですから、例の1、ね、2キロの玉っころが1秒あたり1メートルの速さで進んでいるときに持っている、はい、エネルギーは1ジュールと表すことができます。はい。では続きまして、今度は例の2番目。はい。今度は玉っころが、はい、先ほどみたいに倍の大きさになってます。ただし、速さは変わっていません。じゃあどうなるか。はい。代入していきましょう。はい。2分の1は変わらずに、はい。2分の1かける4ですね。今度はここが4です。2分の1かけ4。かけることの速さの2乗ですから、1の2乗です。よろしいですか。2分の1かけ4かけ1の2乗、はい、これも暗算で大丈夫ですね。はい、2分の1かけ4は2です。1の2乗は1ですから、はい、例2番の運動エネルギーは2ジュールと言えるわけですね。では、今度例の3番です。はい、玉の大きさが例の1番と同じになりましたね。またちっちゃくなりました。はい、2キログラム変わりません。ただし、今度スピードが倍速になってます。2メートル毎秒です。では、この場合どうなるか。はい、2分の1かけることの2キログラムかけることの2の2乗ということです。よろしいですか？2分の1かけ2かける2の2乗です。はい、そうすると運動エネルギーいくらになるでしょうね。2分の1かけ2は1です。それに対して2の2乗ですから、はい、例の3番の運動エネルギーは4ジュールになるということですね。はい。ですから、これが先ほどの位置エネルギーとの違いになります。よろしいですか？はい。では、最後まとめておきましょう。こことここで比べられるのは、質量です。はい。質量が2倍になると、運動エネルギーも2倍になる。これはいいですね。
はい、こういう関係のことを、はい、比例関係というんですね。ですから、運動エネルギーに関して、はい、まず質量に比例ということ。はい、運動エネルギーは質量に比例しますよ。これはさっきのね、はい、位置エネルギーの時と同じですね。位置エネルギーは高さにも比例するし、質量にも比例しました。ね、はい、運動エネルギー同じくね、質量、球の大きさが2倍になれば、運動エネルギーも2倍になるということ。ただし、次が違うんですね。はい、1番と3番比べてください。1番の1キロの速さから2キロの速さ、つまり速さが2倍になりました。速さが2倍になった時に、はい、これ。運動エネルギーは4倍になってます。なぜならば、2乗だからですね。なので、はい、運動エネルギーは、速さに対しては、今度比例ではなくて、はい、2乗倍。こういうのを、累乗って言うんですね。はい、運動エネルギーは、速さに対しては、累乗しますよ、ということですね。ですから、速さが2倍になれば、運動エネルギーは4倍。じゃあ、速さが3倍になれば、お分かりですね。サザンが9倍ということになるわけです。ね。ですから、ね、ここで思い当たっていただきたいのが交通事故なんです。ね。スピードの出しすぎが危険になるというのが、これでお分かりになるんじゃないですか？つまり、10キロで走っていたところを倍の20キロにすると、衝突した時の運動エネルギー、ね。車が事故を起こす。ね、衝突するというのは、運動エネルギー同士がぶつかり合って、その車を変形させるということですね。ですから、スピードが倍になってしまうと、そのぶつかった時の衝撃が4倍。ね、スピードが3倍になってしまえば、ぶつかった時の衝撃が9倍になってしまうということです。ですから、スピードの出しすぎが危険だと言えるわけですね。よろしいでしょうか？